れただけ。そう、私のことよりジャック、あなたこそひどいことをされたのね。もうほとんど止まってるよ。今日の拷問はどうしてだかすぐに終わったんだ。ダメ、手当てしないと。アリス、僕の血舐めて早く。でも舐めて早く。ごめんなさい。落ち着いた？いつもありがとう、ジャック。ジャック、腕を出して。あなたも手当てをしなければ、拷問で血を流させられ、私に血を舐められていたら、今に死んでしまうわ。大げさだよ、アリス。もうほとんど血は止まってるし、ここの葉っぱって傷に効くみたいだしね。それは、そうだけど。そっちは大丈夫か？今日の拷問、終わったんだろ？あ、うん。僕らは大丈夫。そっちは？ああ、今日は舐めるやつだったからな。精神的には削られるけどよ。うん、そうだね。でも、殺されずにいれば生き延びるチャンスはあるわ。そうだな。いつかきっと脱出してみせる。うん、私たちこんなのに負けちゃいけないよ。ええ、どんなに今が辛くても。アリス、僕は君を守るから。だからきっと一緒に脱出しよう。ええ、私もジャックを守るから。でも嫌な音だよね。今日はもう満足したみたいだ。お前、ジェイルの鳴き声の意味がわかるのか？昔からなんとなくだけど、単なる気のせいかもしれないけどね。ほう、それ何かに役立つかもしれないな。役立つ？君、気持ち悪くないの？ただでさえデタラメな世界なんだ。何が来てもそうそう驚かねえよ。それに使えるもんは何でも使えさ。そっか、ずっと気持ち悪がられてたからそんな風に考えたことなかったよ。ありがとう。いや、まあお互い生き延びような。うん。ジャック、気持ち悪いとしたら私の方がよほど気持ち悪いわ。そんなことないよ、アリス。アリスは全然気持ち悪くなんかないよ。気持ち悪いとしたらこの世界だ。だからさ、今日はもう休もう。手当てもしてもらったしさ。ええ、生き延びるために。わからない。わからないけど、なんか変だ。メルヒェンがやられてる？でも、そんなことって。ジャック！アリス、危ない！甘いの好きな子誰かな？何するんだ！このピンクの液体は。ん？知らないのかな？メルヘンの血だよ。メルヘンの血？これメルヘンの血なの？
けた。君がアリスだね。え、私、どうして私の名前を。その目の色、間違いないよ。目の色。アリス、あなたをスカウトしに来たんだよ。私を。じゃあ早速、よいしょっと。あ、下ろして。話はあとあと、ここから出るのが先。ちょっと待って、ジャック。アリス、待てよ。アリスを離せ。この辺まで来れば大丈夫かな。あ、ごめんね、バタバタしちゃって。大丈夫？どっか怪我してない？あの、君誰だよ。なんでいきなりアリスのことを。ん？君こそだ。え？僕はもともとアリスと一緒の牢獄に閉じ込められてて、そこへ君がいきなりやってきてアリスをさらって。っていうか、君は何者なんだ。どうしてアリスをさらったりしたんだ。さらうなんて失礼だな。私はアリスを迎えに来たんだよ。私を迎えに。それはね、君が私たちと同じ景色少女だからだよ。ピンク色に。ああ、あれなら少ししたら消えるから。アリスも元に戻ってるっぽいね。目の色、元に戻ってる。そうそう、メルヘンの血を浴びたらピンク色になる。それが景色少女の印だよ。景色少女の印。アリス、騙されちゃダメだ。景色少女だなんて聞いたことない。この子どこかおかしいんだよ。おかしいは失礼だな。あそこから助け出してあげたのにさ。でも君はみんなとどこか違うし、どうしてか知らないけどアリスのことも知ってるみたいだったし。後でゆっくり説明するって言ったじゃん。せっかちな子だな。で、君はなんて名前なわけ。僕はジャック。ふーん、ジャックか。よろしくね。そうそう、私の名前は赤月。お姉さんって呼んでいいからね。はあ、赤月さん。それでどうして。私たちジェイルにいる景色少女を探してたんだ。そ、アリス、君なんだよ。もう嬉しくてさ、仲間がまた見つかったって。仲間。そう、仲間だよ。っていうのも、メルヘンだ、逃げよう。来たな。アリス、これ使って。剣？私、こんなの使ったこと。あんたなら大丈夫。でも、生きてここから出たかったら。いい？とにかく、あいつをやっつけるよ。Thank you.
気をつけて。頑張るぞ。下がってて。行くわよ。覚悟しなさい。やだ。あいた。こんな。僕の番か。させるもんか。行くわよ。意識が。覚悟しなさい。私の番だね。こんな。みんな。アリス。ね、やればできたでしょ。ええ、君たちは景色少女っていうのは。私たち景色少女はね、メルヘンとだって互角にやり合える力を持つ少しだけ特別な存在なんだ。この力を使って牢獄からみんなを助け出して、いつかジェイルを抜け出すんだよ。ジェイルを抜け出す。アリス、改めて聞くけど、一緒に来てくれるよね。私たち同じ種類の人間なんだから。同じ種類の。私、あなたと一緒に行くわ。アリス。ただし、ジャックと一緒なら。アリス。ま、いっか。どうせみんなを助けるのも任務のうちだし、ついてくれば。ジャック。うん。よし、じゃあ行くよ。出口はあっち。他の人たちを助けるんじゃなかったの？もちろん助けるって、忘れてなんかなかったからね。さっさと助けちゃおう。うん。え？助かった。これでここから逃げられるの？もう拷問を受けなくて済むんだ。もういじめられない。出口はあっち、急いで。あれ？どうしたの？隣の牢にいた子たち、もう逃げたのかな？そうね、きっと私たちが着く前に赤ずきんさんが出したのよ。だといいけど。よし、全員解放したよね。じゃあ解放地区へ向かおう。解放地区？うん、黎明にね。大丈夫？ええ、ジャックは大丈夫？うん。ちょっと待った。また来たよ。わかったわ。来るよ。私の番ね。当たって。頑張るぞ。下がってて。よし。あいた。
いっきり行くよ。私もう許さないわ。私の番ね。はあ、私の番だね。これで終わりに。任せて。完全勝利だね。アリス。でも楽しかったでしょ。ジェノサイド化するの。ジェノサイド化って今の発作のこと？うん、そう。メルヘンの血をたくさん浴びるとなぜかそうなれる時があってね。いつもよりスパスパーっとメルヘン倒せるんだ。だからすっきりすると元に戻るんだけど。え、じゃあメルヘンを倒してすっきりした気持ちになったから私元に戻ったという？そうそう、スカッとしてない？あ、でもね。え？スカッとしたからって汚れが消えたわけじゃないから気を抜かないでね。汚れ？それはどういうこと？まだ知らない方がいいよ。ほらほら、またメルヘンに見つかっちゃう前にさっさと行くよ。気をつけて、頑張るぞ。下がってて。行くわよ。頑張って。あたしの番だね。任せて。はっ！来た！待ってました！顔色悪いよ。任せて。はっ！